こんにちは。こんにちは。山本道場の山本誠司です。はい。山本道場の寿司石垣。いや、違う。寿司石垣道場の寿司石垣。山本道場にお邪魔している寿司石垣です。はい、もうようこそ。さあ、実はですね、はい、この間ちょっと寿司石垣チャンネルを見たら、あ、はい、左で回ってましたね。おお、そうなんです。そうなんですよね。いただきました。はい。はい、で、もうラウンドするって、やっぱ左でラウンドするって、でもなかなか大変じゃないですか。まあ、左で素振りってよくするんですよ、うん、あのラウンド終わった後とかするんですけど、はい、素振りだけだとつまんないじゃないですか。普通左の素振りで十分だと思うんですけどね。せっかくなんで、はい、もう回ったらどうなんじゃないかと、はあ、どうなるかと思って、はい、回ってみたんですが、はい、まあそれはね、詳しくは、あのぜひ寿司石垣チャンネルの左でラウンドしてみたを見てもらったらいいんですけども、はい、ちょっと私もちょっと興味持ちまして、ほんで先ほど始まる前に言ったしたら、まだなんか左打ちでなんかテレビの収録をしてきたって言うから。そうなんですね。はい、もうごっついなんか左打ちにあれしてるなと。で、今回遊びに来てもらったんで、じゃあちょっと実際に左打ちをちょっと見せてくださいよとあのいうことで、今ちょっとカメラ回してます。はい、はい、ですので、ちょっとじゃあもうなんとね、常時あの入れてるかのように左のドライバーがあるんですよね。そうなんです、はい、じゃあちょっと皆さんこれをちょっとご覧いただきたいと思います。そんな見せる方じゃないんですけどいえいえ、それでいきましょう、はい、うわー、いきますよ。うまい、うまい。ほう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 、なんかね、新鮮な気持ちになるんですよね、うん。おお、これね、私の立場から言わせてもらったスイスさんで、はい、スイスさんは自分で感覚上右のスイングと左のスイングと違います、一緒です、感覚上、うん、正直左で構えた瞬間に違和感が 500% ぐらいです、うん、500% ぐらいです、はいはい、ただそこでその違和感に対して集中してしまうと、うん、多分打てないと思う。打てないですね。うん、もう赤ん坊がおもちゃを与えられて遊ぶかのように言ってます。なるほどね、はい、左のスイングの方がいいです。そうでしょう。そうなんですよ僕も左でビデオ撮って、うん、まあね、スローで見たら、うんうん、本当にいいんですよ、ね、クラブの降りてくるところが、うん、で絶対絶対に当たる形をしてる。お、要は我々もそうですけど、こっちで打ったらついついいろんなことが入って、はい、あかん動きがあるでしょ、はい、左ね、そのいいというよりもあかん動きがない。素直ですよね、うん、なんか自分でも見て思うんですよ、うんうん、これはちょっと驚きですね。意外とやりますでしょ。やります、いや、だいぶやりますね。そうなんです。で、答えをもう自分の中にもこう持てるっていいじゃないですか。まあね、実際今ね、はい、一発スライスして、うん、スライスしたんで、うん、次実はこうフック狙ったんですよ、うん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 、そういったことも少しなんか、まあ、どうやったらフックになるとかあんま分かんないんですけど、うん、左で打ったら、うんうんうん、なんとなくでやってます、うん、でもね、すごいこう初めてこうやってやってもらって思ったのは、あ、まあ誰もがっていうわけじゃないですけど、プロゴルファーだったらボールをこうきちっと捉えるっていう本能が人よりも長けてるでしょ、はい、そしたら左でパッて普通の動きじゃないことをしたら、あ、もうエラーになるようなことは徹底的にやらないんだなと思いました。これはすごいなと思いました。だから皆さんもちょっと左打ちをもうあの素振りでもやってもらったらいいのと、これあの寿司石垣プロの右のスイングと左のスイング決定的に何が違うか、これをね、今ちょっと解説しながらちょっと打ってみたいと思います、はいはい、寿司さん自分で何が違うと思います。まず寿司さん、さっきクラブが降りてくるところって言ってましたけど、まず全部
適当なんですよ適当あのクラブの上げ方とか上げるタイミングですとかどこに上げるとかそんなの分かんないです左なんでもうただ適当っすそこが一番違うっすはい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 あじゃあ右も適当に打てばいいってことじゃあ適当な左で、はい、すごいいやいいです、もうねもうゴルフスイングの一番基本的な、要素というか動きが体勢が全く崩れてない、はい、おすごいなんなら左に転向かいやそれパワーが注入できないと、ねはい、じゃあちょっとね、はい、今のその状態からちょっとカウンター使いますもうどうせ手使えないからどうせ全く手を使えないからそういったらそう、そうそうそうこ無理かなこっちに入ったものをこうまあちょっとねあの悪い変な動きが出たら出たねちょっとお宝になるんでちょっとそれをこちらで頂戴するということで左でカウンターはそんな発想なかったです ねでも今手とクラブがもう全く使えてないからちょうどいいんじゃないかなと、はい、なるほどこれちょっと今初めて提案したんでどんなものが出るかちょっと皆さんお宝で期待、ええ、面白いの出ちゃうかもよ、ええ、少しね、うん、あー OK 多分ねこれで何も手使わなくても球捕まるんですよ今なんか今ちょっとできた気がします、うんうんはい、いいですいいですいいですおおこれいいこれいいおこれいいこれね今のもうちょっとでこうなってきそうお今のすごいすごいおいそういやいやそう見えませんからいやすごいすごいすごいもう手ゼロでしょ年手もゼロでしょそう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  そんなんでいいですはい、すごいすごいすごいいけるな惜しい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 もうあの手とクラブはパッと上げたら後ろ置いといて足使ってる足使ってますよね足使ってる今足来た今今来たことないところに来たこれねすごいよしなんかやばいいけそう綺麗これ多分ねもうあの動画これ公開の時、はいバビリングですバビリングバビリングえこんな動きになってんのって多分ちょっとババワトソンに見えます？ババワトソンには見えないですけど。見えないですけどね。どちらかというとミケルソン。ミケルソンですね。うんうん、はい。あのこうやってフラットになるんで、どっちかというとミケの方が。寿司ミケルソン。寿司ミケルソン。よし。寿司ミケルソン行きます。うまいこと言うだな今。あそう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 。僕ねこれが好きです何でか言うたら、はい、球捕まりすぎるって捕まりすぎるからうまいこと逃がしていけるでしょ、はいはいはい、球捕まらなかったらカーン捕まりに行くじゃないですかまずは捕まえると捕まってるから寿司ミケルソンが寿司ミケルソンなんか分かったいいめちゃいいめちゃいいめちゃいい今ねもう本能のままこれね私編集で今の反転させて右でもやっていきます
うん、きっといいスイングなんだろうな、これ。それといつもの右のスイングときっとバッドスイングなんだろうな。いや、これでもすごいね、すごいです。これいいな。これね、もしあれだったら、はい、よくあの多分トレーニングでも腹筋運動されてるんで、はい、これそのままこうやれば、そしたら反対側使えたら反対も絶対使えますから、ほなこれ右でも絶対いけます。まさかの左でのカウンター、すごいよ、すごいすごい、すずさん、これもういいわ、やばいやばい、見てよ、少し少し見てよ、もう耳栓してるし、2人とも左打ち、もうバビるよ、バビるよ、うんうん、いや、一番悪いやつや、今あかんやつ適当めっちゃ適当へーってほんまにでしょ、そう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 、なんかね、シュンって、寿司さん、これね、全然上から来ないわ、全然上から来ないですよ、左でこう見るとめっちゃいいとこから来るんですよね。なので僕ね、右で打つとフェースをね、下に当たりやすいんですよ、ね、あ、上に当てたいんです。だからスプーンがいつもスプーンやっぱどうしてもしっかりってこうね、なりますもんね、なりたいんですよね。じゃあちょっと、はい、今のイメージがある間にスプーンいきましょうか、はい、おわお、ね、いきましょう。左のスプーンじゃないですよね、いや、あの右でいつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お